折り紙で作るアジサイ第2弾。額からはみ出すピンクのアジサイを作っていきます。ピンクの折り紙を4枚準備します。小さめの折り紙をさらに4分の1に切ります。折り目をつけて切っていきますよ。4枚に切れました。他の折り紙も全部切ります。全部切れました。1枚ずつ折っていきます。三角に2回折ります。半分を立てて折りつぶします。裏も同じように折ります。上にして左右の角は丸く切ります。1枚折り返し折り目をつけます。裏も同じように折ります。折り目がついたら花びらを開きます。一輪完成です。手のひらと比べるとこれくらいのサイズ。同じように全部折ります。最後の一輪全部折れました。アジサイの葉っぱを2枚作ります。三角に半分に折ってハサミで切ります。開いたら簡単葉っぱの出来上がり。こちらも切りました。リエル版の額を使います。こちらの額はセリアさんで購入しました。裏にある爪を目打ちなどで立てていきます。こちらの額には板を留める爪が3つありました。板を外します。中に入っている用紙とフィルムを取り外します。リエルサイズに切った黒画用紙を準備し額にセットします。蓋板をかぶせて先ほど立てた爪を元に戻したら表に返します。今回は横にして使いますよ。糊はクラフト小鉢を使います。葉っぱの裏先っぽの型に糊をつけます。額からはみ出すように葉っぱを貼ります。もう一枚も貼っていきます。少し角度を変えて貼りました。糊をちょこっとつけて花を貼ります。同じようにどんどん花を貼っていきます。貼れました。ホワイトパールのビーズを準備。花の真ん中に貼っていきます。飛び出すピンクアジサイ出来上がり。